あやさちゃんこんばんは。今ね、ちょうどミルクをあげてるところで動画の方を拝見したりとか返信を送ってたんですよ。これマトくんの頭ですね。あのー、おかげさまですくすく育ってもう5キロになりました。生まれて1ヶ月ぐらいなんですけどもね、昨日検診に行くと順調に育っていて、本当にね、もううんこもすごくするんですよ。で、ミルクもね、すごく飲むんで、もうますます元気だなと思っております。で、あやさちゃんの YouTube 動画ね、本当に Facebook ライブを YouTube に上げていただいてすぐに、 塾生向けにセアしたんですよというのがね、私、あの、チャンネル登録者数が今1万人ぐらいいるんですけども、このチャンネル登録の数に、うん、あの、塾生さんのね、動画を紹介することによって、お役に立てるんではないかなと思ったんですよ。あの、いわゆる工学塾とか、なんとか塾っていうのは、あの、儲かりますよ、儲かりますよとかで人を呼んで、その中の一部は確かに儲かると思うんですよ。でもその人をクローズアップして、 不確定要素の多いビジネスの成功っていうのに導くことを繰り返して、で、高額商材ってものを作り続けているってことを考えたときに、私もね、いろいろと考えて、あの、現実的にのはないかなと思ったら、1万人のチャンネル登録者数の YouTube チャンネルに紹介するっていうのは、これ、他のなんか、インターネットビジネスの塾やってる人って、こんなことしてくれないんですよね。うん、多分、紹介するときには広告料を出すとか、なんかいろいろやると思うんですよ。で、私の場合は、 そっか熟熟成だったら、もう、綾沢ちゃんももちろんなんですけども、そっか熟熟成だったら、もしくは私が気に入った動画だったら、この1万チャンネル登録者数の中にどん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 紹介していこうと思うんですよ。その一人が花屋龍馬さんで、彼は僕が知り合った時に、2ヶ月前知り合った時やチャンネル登録120人だったんですけども、今500人くらいいるんですよね。で、再生数もどんどん上がっていって、花屋龍馬さんがどんどんね、有名になっていくところを見て、これがだから年長者のやることなんじゃないかなと今感じてるんですよ。もうすぐ私もね、子供はちっちゃいんです。0歳ですけど、私自身は50歳なんで、50歳になって、 若い世代20代とかね30代の方にもしできることがあるとしたらまあ綾瀬ちゃんも若いんで20代気分なんですけどもできることがあるとしたら私自身が皆さんのおかげで作り上げたチャンネル登録1万人っていうものにどれだけ多くの人をね紹介してその人たちの再生数を上げたりとかその人たちのことをねこの世界で有名にしたりってことに なんとかできるんじゃないかなと思います。いくら広学塾売ってる人でも、チャンネル登録者数の何千人とか何万人っていうところに紹介してくれる方ってなかなかいないと思うんで、あのー、今後はね、即下塾ってのは、そういうことを、私の YouTube という媒体を皆さんにもうお貸しするってことをね、メインでやっていこうと思います。ぜひね、これからもどんどんいい動画を上げてください。また目についたらね、どんどん熟成内でシェアさせていただきますので、そうするとチャンネル登録も熟成同士で起きると思いますんでね、お役に立てると思います。それじゃあ、いってらっしゃい